これから5つ質問が流れます。それからサムさんの日記を聞いて質問に答えてください。サムさんは今一人で仕事していますかサムさんのチームのリーダーは誰ですか サムさんは自分のやり方が一番だと思っていますかサムさんの思うリーダーの仕事は何ですかサムさんは仲間のことを大切に思っていますか今月はなかなか大変な月でした。びっくりするぐらいいろいろなことがありましたし、 びっくりするぐらい何もなかったです。私は今年から新しい仕事を任されています。これは今まで私がしたことがない仕事です。そして、いつもは一人で仕事しますが、この仕事は違います。チームで目標を達成しないといけません。今までチームで働いたことは何度かあります。 でも、今回の仕事に関しては、私がリーダーなんです。それがびっくりするぐらい大変なんですね。私が思っているようにいかないことばかりです。なので、がっかりしたり、イライラしてしまうこともありました。でも、それと同様に、嬉しくなったり、幸せを感じたりすることもありました。 同じ会社の人間であっても他人は他人です。私の思った通りには動いてくれませんし、動かしちゃいけないんです。いろいろな人間がいます。だから、いろいろな人のいろいろな考え方や能力がうまく混ざってチームは強くなります。そして、みんなそれぞれ才能がある。 できることは一人一人全く違う。リーダーとして、それがちゃんとわかっているかいないかで、チームの強さは変わってきます。そんなことを私は、この経験を通して日々学んでいます。私が思うやり方が、唯一の方法ではないんです。メンバーの意見や提案に耳を傾けて、みんなで考えるやり方が一番なんです。 ちゃんとみんなと話し合う機会を持って、いろいろな考え方を認識して受け入れる。チーム全体でそれができるように調整をするのがリーダーの仕事なんだ、と最近強く感じるようになりました。そして、メンバーそれぞれが持つ仕事への熱意を大切にしないといけないな、と感じました。一人でやるのとチームでやるのとは全く異なります。 別のメンバーがいるからこそ、私が考えもつかないようなアイディアにも出会えました。自分が正しいと思っていたことだったり、絶対に間違っていないと思っていたことも、もっと良くなる方法がある。でも、それは一人では絶対にわからない。仲間がいるからできること。今月は、この仕事を通していろいろなことを学べました。 サムさんは今一人で仕事していますかサムさんのチームのリーダーは誰ですかサムさんは自分のやり方が一番だと思っていますかサムさんの思うリーダーの仕事は何ですか サムさんは仲間のことを大切に思っていますかサムさんは今一人で仕事していますかいいえ、チームでしています。サムさんのチームのリーダーは誰ですか サムさんです。サムさんは自分のやり方が一番だと思っていますかいいえ、思っていません。サムさんの思うリーダーの仕事は何ですか みんなが話し合って考え方を共有できるようにすることです。サムさんは仲間のことを大切に思っていますかはい、思っています。